はい、ありがとうございます。今日はね、僕のいつもお世話になってる美味しい料理屋さんに行きました。つもろっていうんですけど、めっちゃ初め友達に教えてもらった時に見た目がもっと草がボワーッと生えてたんですよ。冬なんでちょっと生えてないんですけど、めっちゃ見た目怪しいんですよ。天井ここまでしかないし。マジでそんな低いの？え、違うんです。中はちゃんとしてるんですけど外観がね、なってくる。あ、低そう、低いの。もう今日予約してるんで、ちょっと。あ、はい、めっちゃ美味しかったです、本当。今日はなんかその、初めにちょっと僕、知り合いなんで、ちょっとあの、特別メニューを出してもらって、ちょっと電話で。めっちゃ本当、大満足です。満足。普段はそのね、あの、メニューは多分その動画に上げてもらってると思うんで、普段はそういう、通常のメニューですかね。どうでしたか、ビルさん。いや、もうお腹いっぱいやね。お腹いっぱいですね。もう二つ目は無理や。学生のためにやっぱその、やっぱいろいろいっぱい出してくれてね、ほんと。めっちゃいい。学生には学生。IPU 生声を出してくれて。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとう。じゃあ出す、はい、皆さん、お疲れ様です。今日行ったところはね、こんな感じで、グルナビの方にも出てます。結構ね、ハンバーグが、有名な感じで、で結構もう本当にボリュームが高いんで、もう値段の割に結構もうお腹いっぱいになっちゃうぐらいなんで、もしカップルだったら一つのハンバーグを分け合ったりしたりするのも楽しいかなと思います。はい、というわけでまたよろしくお願いします。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。